お前たちのところへ降っていった。残された時が少ないのを知ったからである。死体の頭は空っぽだそうです。脳みそはありません。今回脳みそがないのに犯罪はできない。千鶴に悪いことやらせていた何かが頭の中から逃げ出した。その頭出たり入ったりするやつは今どこだ。頭の中に入り込む遺体の知らない何かが犯人だ。人殺しは悪いことだな、学ぶ。ここは天国、私とお前の天国、もう一つの天国。朝子！決して触れてはいけない恐怖。アナザーヘブン。